どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それでは雑談放送第5回やっていきたいと思います。はい。いやー、もう4月です。はい。ちょっとね、雑談毎月撮ろうかなって思ってて、うん、多分流れる頃には月末になってます。そうだね、早いね。もうもうゴールデンウィークですよ、うん、早くも今年は何、10連休うん、10連休うわ楽しみ。もうなんか春休みみたいなもんだよね、うん、もう本当にね。でもまあほぼゲームをしてるだけだとは思うけど、うん、こっちとしては、まあ、出かけるうん用事は今特にないからね。特にないですね。そう、まあでも野球は見に行くかな。そうだね、あ、うん、そうか、野球は見に行くか。そんぐらいなのかな、うん、でもまあゆっくりしたいなっていうのがあるのと、はい、あとね、実は今もうすでに流れてると思いますが、はあ、雑談の横っちょに、うん、流れてる。はい、ちょっと新しい試みといいますか、はい、放置ゲームをダラダラと、うん、なんか綺麗な感じの。そうです、こんな感じでね、結構綺麗なねやつをね、うん、流していますっていうのと、うん、これ何なんですか。これね、歯車の街ってやつで、はい、なんかね、これ今カラカラネズミがちっちゃいのも1個回してるだけなんですけど、うん、これね、徐々にね強くなるっぽいんですよ。あ、強くなる、うん、街が大きくなるってこと。そうそうそう、大きくなるみたいで、まあそれを流してみて組んで、来月のまた雑談の時とかにはちょっと大きくなってるかも。大きくなってたりとか、ほうほう、成長している様子がちょっと見れるかも。見れるかもねっていう。あ、じゃあ楽しみにしようかなのをちょっと、ほう、どうなってるのか横中流してますよっていう、うん、はいはいはい、まあそれを見ながらね、うん、雑談を楽しんでいただければなと思っておりますよ。はい、で、最近はどうです、ポチは何かありました。ポチですか。ここ1ヶ月ぐらい、前回の、はい、この雑談を撮ったすぐ後くらいに、はい、あれですよね、料理中に指を切るという、うん、削ぐあ、もうそうだね、ほぼ削げてるぐらい、ね、削げてるみたいな、うん、なんか随分な怪我しましたね。痛かった、久しぶりにあんなに切った。そうだね、ちょこちょこなんかこう、うん、ちっちゃく切るのはねあったりして、そうだね、あ、やっちゃったなと思ったんだけど、うん、久々に切ったみたいな。久々ってか初めて、ね、あんなに切ったのは。だいぶ切ってたよね。うん、びっくりした。まあ、あん時、まあさすがにね、縫うまではいかなかったけどね。縫うまではいかなかったけど、うん、そうね。まあまあ、ずっと切ってたもんな、ざっくりな。ポチはね、うん、血とか、その痛い系が苦手だから、はいはい、血とかそういうの見るとちょっとね、貧血をね起こすっていうだから指切った後に、うん、もうなんか、うん、あ、痛いって思った瞬間に貧血を起こして座り込むっていう、はい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 、痛くて座り込んでるんじゃなくて 血が怖くて、あ、なるほどね、血とかその切ったことによる恐怖で貧血を起こす、して座り込むっていう。確かにな、それはな、あったな。ちょっとダメだわ、座るわみたいなって、座ってこう自分で座りながらこう治療してみたいな結構そんな感じ、えげつない感じになっちゃったんですね。そうそうそう、まだちょっとね、やっぱね、うん、跡がね残っちゃったんですよね。あ、大変や。そう、うん、まあ、そんな感じですかね。ほうほう、あとは、うん、4月の初めぐらいかな。ほうほう、こっちも前々回かな、うん、レオがヘアドネーションしましたよって雑談で言ってたんですけど、こっちもしましたよ。お、そっか、そうだね、してるね。うん、してますよ。そっかって言ってるけど、俺は横で見てるから、それは髪が30センチも短くなってね、気づくんだけどさ。切りまして、今は、うん、髪の毛が肩につくくらいかな。そうっすね、うん、31センチなきゃダメなんだな。ああ、そうだね、31センチ切って寄付をするという、うん、はいはいはい、はい、切ってもらいました。してましたね。はい、なるほど。いやー、でもね、もしね、ほら、この春
春とかちょっとイメージ展示したい方がいたらね、あ、そうですね、ぜひとももう長い方はヘアドネーションとかしてくれたら嬉しいなと。あ、そうだね、うん、それはいいことだからね。ユウさんに聞くと結構ね、できますよって言ってくれる人も多いので、自分の行きつけのね、美容師さんとかにちょっと相談してみても ね、それはいいかもしれないね、うん、確かに。なんか場所によっては15センチぐらいでも大丈夫っていうのもあったので、うん、調べてたらあった、うん、確かに。だからいいと思います、うん、いいことだと思う。本当はね、こっちもね、なんか50センチぐらいのやつが一番今少ないと。おお、やっぱりなかなか伸ばす人がいなくて、50センチまで頑張ろうかなと思ったんだけど、うん、ちょっとさすがにもうちょっとね、我慢しきれずに30センチで切ってしまいましたね。30センチで。確かにね。うん。だからもし本当長い方が、女性の方とかでね、長い方がいて、うん、もうちょっとショートカットとかにしたいなと思った時は、なんかちょっと思い出して。やってみてほしいな。そうだね。うん、やってみてほしいな、うん。切るタイミングというか、きっかけにはいいよね。うん。そうそうそう。どんどん伸びていっちゃうからね。うん、そうだね。それは、あるかもしれない。そう。もう、切ろうって。うん、ヘアドネーションしようって思ったら、なんかちょっと切れる感じがある。もう俺また伸ばしてはいるんだけど、うん、伸ばしてるっていうか伸びてるというか、勝手に伸びてるからね、うんうん、まあ、それ勝手に伸びるっていうね、うん、生きてるから、うん、ただなんか年を取ると伸びが悪くなるっていう話を聞いて、うん、そうなんですよ、おり、うん、ちょっとだからそれがね怖いです。もうだからもう二度ともしかしたらドネーションできないのかもしれないってそう、ピークがあるらしいですから、うん、髪の毛の思っている。まあでもね、髪の毛はでもピークがあるとはいえね、あの髪の毛染めてても、うん、パーマがかかってても、あ、そうだね、そう、あの白髪があったとしても大丈夫みたいなこと、うん、なので、あれでしょ、結構調べたんだけどさ、俺も、うん、なんか一回全部キューティクル剥がしたりとか、全部一回洗って均一にするんでしょ。そう、全部こう薬剤みたいのにつけて、こうツルツルにして、それをまた染めてってやるので、うん、まあ別にそこはもうパーマでも、別にくせっ毛の方でも、なんかね、なんかね、大丈夫なので。いけるみたいですからね。はい、タチなんかね、ちょっとくせっ毛なんで。そうだね。うん。でもそれでも全然大丈夫なのでね。うんうん、もし機会があれば、そうだね。やってほしいと思います。はい。はい。あとは、ポチの方は、うん。あ、ポチ。ほん。ポチの畑、始めました。ほん。ポチの畑、思いっきりポチの畑って言ったから、なんかテロップ出せって言ってるポチの畑始めましたよ。おお、なんすかそれは。いや、まあど素人なんですけど、はい、家のちょっと端っこの方に、はい、こう家庭菜園を、あー、なるほどね、毎年この春くらいに植えて、うん、まあ、夏食べるものとか、はい、野菜をね食べれたらいいなと植えているんですよ。はいはいはい、はい、まあ、他の季節も植えてるけどね、それなりに、うんうん、まあでも大体この時期かな、夏がやっぱり一番取れるから。おで、今年植えたのがシソと、うん、キュウリと、うん、ミニトマトと、うん、ナス、うん、あと家でなんか使いそびれちゃったら勝手に芽が出てきてしまったジャガイモ、はあ、を植えてますね、今ね。ああ、なるほど。はい。半分くらい俺食えないやつですね。食べれるでしょ？あ、ミニトマトがダメなのか。ミニトマトとシソが。あ、シソはね、そっかそっか。ダメだから。まあでも、別に僕は、美味しいんだけど、野菜基本的にダメだからいいんですけど。シソはね、ポチはシソの天ぷらが好きなんだよ。うん、まあそうだね。美味しい。大好き。まあ、ポチの好きなもの、基本的におばあちゃんの食べ物だもんね。いや、そんなことないよ。ぬたとか。ぬた好きだ。うの花。うの花も美味しいよね。うの花も美味しい。本当に。ぬたもね、ぬた、ぬたって言ってわかるかな？わかんないでしょうね。まあ、ね、インスタとかでは映えないと思う。映えないね。でも絶対映えないと思う。和食みたいな、おばあちゃんのお惣菜が好きな。なんか懐かしい感じがして、うん、まあそうだね、そう、もはや我々もおじいちゃんおばあちゃんになりつつあるわけだから。そう、あとね、もうまたこれも分かる人も分からない人もいるかもしれない、八つ頭の煮物とか。僕だからさそうっすか、
子大好きだね。本当にもうなんかおばあちゃんの食べ物が好き。あ、なるほど。うん。で、まあ何、その畑は何ですか、動画とかにするの？あ、うん、畑は、まあ動画といってもポチが畑を耕したりなんか収穫してるだけなので、うん、そのなんか、うん、すぐ割ってしまうので、はい、収穫とかもピチって切ればいいだけだから、だからツイッターとかでなんか、はいはい、育ちましたよとか、あーちょこちょこで、そう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 、こんなに育ったよとか、あとこれが収穫できましたみたいな感じで出していければなと思います。わ、はいはい、かりました。はい、なるほど。はい、こっちの方はこんな感じですかね、最近。まあ楽しみにしてますよ、収穫を、はい、野菜、じゃあミニトマトとシソを食べれるように。うん、いや、ナス食べる。ナス食べる。ナスは好きだから。お、お、分かった、うん、楽しみにしとく。ナスとジャガイモできるかな、ジャガイモ、うん、そうだね、うん、頑張る。キュウリもあるよ。キュウリもあんま得意じゃないから、ナス食べる。わかった。じゃあそんな感じですかね。ほうほう。はい、じゃあツイッターの方で更新していきたいと思います、そのテーマ、はい、畑は。はい、わかりました。あ、ポチの畑と名付けました。はい、わかりました、うん、そんな感じ。レオの方はじゃあ最近どうでしたかね。最近はね、ちっちゃめのやつで言うと、ちっちゃめのやつ、あのなんかオーディの時かな、うん、実況でも言ったんですけど、うん、ちょっと風邪ひいた。あ、久々だったな、1年半ぶりぐらいじゃない。でもなんか4月の初めだからにすごいなんか寒くなったり、そう、暑かったりっていうのが差がすごかったから、あれおかしいじゃん、あれは。 あれはもう気温差、気温差がすごかった、どう考えても、うん、だからもうそれで耐えきれず、うん、ちょっとなんか体が悲鳴を上げ、うん、風邪をひいて。風邪ひく、あれはひくね、確かに、うん、ちょっと辛かったな、うん、久々だね。でもね、そう、ひどいぐらいの鼻声になっちゃってで、ちょっとしばらくね、実況を撮れずにいて、うん、で、まあちょっといろいろね、まあスケジュール的には自分たちの中のスケジュールではあるんだけど、うん、ちょこっとずれがあったりとかはしたけど、ね、したけどもね、うん、まあでも今はもう治った、だいぶ治った、だいぶ治った、うんうんうん、元気なはずはず、うん、うん、で、あとちょっとね、まあ完全にこれも私事ではありますが、なんですけど、はいはいはい、まあ別にラジオとかそうなんですけど、はい、あのね、転職した。はあ、しましたね、転職しました、しました。まああの細かい話というか詳しい話をしちゃうと、うん、まあ、ちょっと何系の仕事してるのかとか分かっちゃう、分かっちゃったりするかもしれないし、はあ、あれなんで深くは言わないですけど、転職した。まあちょっとね、いろいろ思うところだったりとか、うん、まあ、ちょっと疲れちゃったなっていう部分だったりとか、まあちょっとした人間関係だったりするんだけど、ほうほう、まあ、もうちょっと疲れ切ってたなっていう部分があったので、まあそれも含めていろいろ考えた結果、はい、あと自分自身の成長といいますか、はい、前向きにね、いける方向は何かないかなって思った時に、まあ、ちょっと一大決心をし、うん、動いてみましたと、うんうんうん、でね、4月からですね、うん、で、まあ今割とすがすがしい感じになりました。すがすがしい、うん、まあもう結構心機一転というか、まあ、そういう意味だと心機一転ですね。そうだね、僕も、うんうん、まあ、それが一番でかい話かな。そうか、まあ、うん、逆にそれで転職したことで別に配信ペースが落ちるほど忙しくなっちゃうとか、うん、そういうことは別にないですけど。そうだね、うん、配信できてるしね。できてるし、今現にゲームもやってるしね、うん、やってるし、好きなゲーム、そう、あの生活自体がそんなにめっちゃ変わるってことはなかったんだけど、うんうんうん、あのなんだろう、まあ僕の本当に心情的な部分が一番大きいんですけど、心がすがすがしくなった、すがすがしい、きよきよしい、すごくそうなった、すがすがしくなった、うん、じゃあまあいいことなんですね。じゃあすごくね。そうだね、うん、今のところすごくいいことなはず、うん、まあ、これから苦労はあったりするのかわからないけど、まあそれはどこにいてもって話なんで、うん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 、って感じですかね。はい、はい、近況としてはそんな感じですね。はい、うん、あとはじゃあここから先は
まあちょっと今後の情報だったりとか今の話だったりとか、はい、っていうのをしていきましょうかね。はい。まず本当に皆様にお礼を申し上げたいことがありまして、はい、チャンネル登録者が200人を超えました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。いや、びっくりだね。びっくりした。もうちょっと後かなと思ってたから。そう、あの、なんだっけ、こんなに早く200人になるなんてびっくりして思ってなかったね。1年やってないんですよ、まだ10ヶ月ぐらいなのかな。もうすぐ1年になるかな。もうすぐ1年になるにしても、うん、確か年末の時に120だか30だかとそんなぐらいだった気がしてるので、うん、こんなに早いと思わなかったです、うんうん、夏頃かねみたいなことを言ってたりとかね、そうしてたら本当ありがとうございます。本当にありがたい。であと、そう、本当嬉しい。今思ったより早くあの記念企画ができたわけですけどね。そういう意味だと ね、もうポジは言わないよもう言わないから。そうですね、もう言わない。であとツイッターのフォロワーさんが1100人を超えました。わ、1100人の方と本当に知り合ったってことだね。そうですね、本当ありがとうございます。そちらも関しても本当にありがとうございます。いや嬉しいね。1000人だよね。1000人1100人1100人ってさ、もっとこれからね、うん、いろんな方と知り合いたいですね。本当に、本当ね、面白い方とか素敵な方多いので、本当にね、いろんな人がいるね、うん、面白い。あのね、本当知り合えることは嬉しいです。出会えなかった人たちだもんね。いや、本当そうなんです、うん、おそらく触れなかった人たちというか、うん、出会うことなかった人たちっていうのは住んでる場所もバラバラだしね。だからぜひね、本当にああいうところでつながれるっていうのは嬉しいです。嬉しいですね、うん、はい。っていうのと、あともう一個、ちょっと大きめなのかな、わからないけど、お知らせというか、はい、あの、ね、YouTube でこれ堂々と言うのもどうかと思うんですけどニコニコ動画を始めました。そうですね、ちょっとずつ、うん。で、まあ別に何だろう、何かどういうあれでっていうわけでもないんですけど、はい、まあ4月でまあいろいろそのね、新規ってまあポチが噛み切ったのもそうだし、うん、まあ僕がその転職とかもそうだったけど、うん、まあチャンネルとしても1年近くなってきたし、はい、まあちょっとさらにね、まあちょっと表現する舞台というか、うん、やれる場所というか、みんなとこうやって遊べたり楽しめる場所っていうのを、うんうんうん、増やせたらいいな、広げていこうという、そう、うんうん、でいいなと思ったんで、ニコ動の方にもアップしてますよって、うん、で別に多分本数的には全然まだニコ動が少ないです。少ないっていうのは、過去にやってたものをいくつかピックしてちょっとずつ上げてるっていう感じなので、うんうん、あの普段のものとか最新のものを見ていくのは全然もう今のこのチャンネルの方が早いので、うんうん、ぜひっていうのと、まあ、あと僕が個人的に YouTube ももちろん大好きですし、うん、ニコ動もすごい好きなんですけど、はい、結構さ、ニコ動の方が僕の中では、うん、なんか周りの見る目が厳しいというか、あ、ものによってコメントが直で流れてきたりとかもするしさ、そうだね、あとやっぱり僕らがやってるゲーム、メインでやってるゲームとかだと、うん、本当に上手な方とかがいっぱいいたりするし、やっぱりこういうゲーム実況の草分け的なポジションのプラットフォームだったので、あの、なんだろう、ちょっとじゃ自分たちもちゃんと修行じゃないですけど、うん、ある程度やれてんなっていうところが自分の中で出てきてからちょっと参入というか、うん、挑戦してみたいなっていうのが、行こうというか、うん、やってみようかなって、そっちの方もっていうあったので、はい、まあちょうど頃合いと言ったらあれかもしれないですけど、まあ、ちょっと慣れてきたかな、うん、まだ全然ダメなところもあるし、勉強しなきゃいけないところもあるけども、まだね、ちょっとね、あんま言うて、でもそうね、言うてお前らの動画そんなに面白くねえぞって言われたらそうなんのかもしれないですけど、上手でもないし、うん、まあ、それは上手ではないのはもうねもうそれはしょうがないので、はい、うん、でって感じでね、まあそういうところでも楽しめるたりとか、皆さんもね、うん、楽しんでいただけたら嬉しいなって、はい、思って始めましたよ。始めました。
とこですね、はい、であとちょっと最初の方にちらっと触れましたけど、うん、200人突破のデメント、デメントね、あれどうするんですか、あれ、うん、あれはあれですよ、200人突破記念単発って、単発なんですか、単発、犬に会ってないっすよ、犬会ってないね、ワンちゃんに会ってないな、ワンちゃんに会ってないっす、ワンちゃんに会ってないんだけども、どうしよう、うん、どうしようか、どうします、250とか50刻みにする、いやいやちょっと待ってさっき私言わないって言ったじゃん、もうそうなんですか、ええー、まあじゃああれですか、魔王置いてんですよ、てかだってどうするんですか、じゃあ300になんかやります、え、レオが、俺がなんでポチばっかりなの？いやだっておっさんがなんかやってもさ、あれじゃない、華々しさがなくない、 あんまり怖いと、だってポチさ、さっき言ったように貧血起こすよ、まあどうすんの、ゲームしてながら横でバタッと倒れたらちょっと横になるもあって言ってそれはそれでなんか取れ高ありそうだからいいかなって思ってる、ちょっと貧血が、俺もいるわデメントね、まあでも確かに、うん、あのストーリーというか、うん、まだ全然分かってないから、うん、気にはなる、ほうほうほうこっちもでも、うん、気にはなるけど怖いんだよ、はあはあはあ、なるほど、だからレオがやってポチが横で見てるっていうのはどうかね、いやちょっと何言ってこかんない、でストーリーは気になるんだな、はあ、うん、なるほど、ストーリーは気になるけどどうしようかな、ポチが頑張れるって思った時に、うん、あげる。あ、なるほど。やるやる。あ、わかった。今日は頑張れるよって。あ、わかった。時にやる。ことにしよう。わかった。じゃあそれは期待職は。そう。もう何人記念とかもうダメ。うん、それもうだポチの心がついていけない。あ、なるほどね。かもしれないから。わかったわかった。ポチが今日はいけるって時にやる。なるほど。で、ちょっとずつだからすごい更新はすごい遅い。まあそうだろうね、2、3年ぐらいにエンディングを変えるかもしれないけど、ポチが大事な時にやるってことで、なるほど、どうでしょう、わかりました、じゃあちょっとじゃあまだ300人になったらどうこうとかっていう話はじゃあまだしないで、しませんよ、もう、まあ、まだだって言うてね、あとだって90人以上とかですから登録者としては、うん、そんなすぐに来るわけないんで、だでもね、うん、嬉しいんだよ、200人になることはすごく嬉しくて、うん、嬉しいんだけど、あ、でもやんなきゃっていう、このなんかこう、葛藤があるから、もうだから、それはもうやめたの、こっち。そうだね。そう。195とか超えたあたりから、なんかポチの挙動がおかしかったもんね。そう、やばい、みたいな。あ、でも嬉しい、みたいな。そうだね。なるから、うん、だから言わないことに、怖いものはやめよう。なんか嬉しいことにしようよ。うん、わかった。うん。じゃあ、犬と出会えるから嬉しくない？違う、それはポチの心が決まってからやるの。あ、そう。そのゲームは。いや、わかんないよ。別に犬出るゲームいっぱいあるじゃん。狼とかもそうじゃん。狼？うん、あの、筆とかで描くようなさ、ゲームとかもそうじゃないですか。うん。だからまあ他にもあるから、犬が出るゲームって。うんうんうん。決して、デメントだけとも思わないし。うん。まあまあ、そこはじゃあ、ゆくゆくですかね。ゆくゆく。はい。考えていきましょう。そうっすね。はい。で、あとは、今のゲームの実況とかの近況ですかね。はい。はい。っていうところで言うと、まず一番大きいのは、あれですか、ポチが。はい。キングダムハーツ。いや、本当にいいゲームだね。キングダムハーツもね、本当に。そうだね。待ったね。長い。うん、長かった。結構あれだね、実況としてやるかどうか迷ってはいたんだけどね。迷ってたから、そうやってる実況者さんのを見に行けなかったんです。そう、本当にね。でもそれ多いよね。なんか、うん、このゲームやろうと思ってるんだよなって思ってて、やってるこうね、そう、チャンネル登録している方とかフォローしている方がやってるの、あ、見たいなって思うんだけども、あ、でも見ちゃったら
ストーリー分かっちゃうしな、でも自分でもやりたいしなって思って、またそこで葛藤が。そうだね、それは分かるわ、うん、すごい見たい、何やってるんだろうって思いながら見たいんだけど、そうね、そうやりたくなる、そうやりたいしなってなっちゃう、そうやりたいしなって。でだからあのそういう見たかった実況者さんのやつは自分がそのゲームをクリアしたら見に行ってます。ああまあそうだね、うん、クリアしてからちゃんと見に行ってる。そうだね、ジャッジとかもそうだもんね。ジャッジもすごい、もう、うん、すごいもう、うん、見た俺も終わってから。そうだな、やっぱそうなるな。あとはあれかな、まあ金派でもね、本当にねやっぱディズニー僕ら好きだから余計ですね。好きだ、楽しいな、やっぱ見てて、これからまだまだまだ僕らは先を知らないので、はい、絶賛収録中って感じなので、まだ全然ね、うん、最初の方なので、うん、楽しみながらやっていこうと思ってます、うん、はい、はい、あとは僕の方は、うん、収録自体の話で言うと、うん、デビルメイクライ5が、はい、ストーリーは終わりましたね。いやあれも面白かった。いやかっこよかった。俺が動かしてない探偵以外は本当に、いやでも本当にいいゲームだなと思って。本当にでもいいゲーム多いよね。いますね。いやもう一気にやっちゃったな、うん、まあ、ちょっと本当は風邪ひいてて、風邪明けた後にオーディンとかやんなきゃいけないと思いつつ、うん、気になりすぎてデビルメイクライガンガンやっちゃったんで、ね、ちょっとオーディンの更新感覚、うん、まあ空いちゃったりしまって出て申し訳ないんですけど、うんうん、まあやってはいるので。でもオーディンもねやっぱりすごい面白いからね、うん、面白い、うん、あれもやっぱストーリーはストーリーで、ああいうなんかやっぱ群像劇大好きなんですよね。あのいいね、主人公がいて世界があるじゃなくて、うんうん、世界があってそこに主人公たちがいるみたいな、うん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 、あの皆さん分かってる人分からないかもしれないけど、あの FF6 がそうなんですよ、はい、あのキャラがね20人ぐらいいるんですよ、うん、あのゲーム、うんうんうん、その世界に生きてる人たちみたいなのがいっぱい出てて、はい、ああいうのがねすごく僕は好きなので、はい、まあオーディンなんかそんな感じだったので、うん、だったというか今もやってる最中だからまだ全然わかんないですけど、うん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 、あの感じはすごく好きっすね、うん、困っちゃうよね本当に。面白いゲームがいっぱいあるから、そうで、まああれこれ手出しちゃってるから余計なんですけどまあでもいろいろ、ね、どれもねゆっくりではありますけど、うん、進めてはいってるし楽しんでるので、ぜひぜひ皆さんも見ていただければなと思ってますよっていうのと、はい、あとまあデビルメイクライはまあこれから順次出てくると思うんですけど、はい、エンディングで一旦終わりっていう風にはしないです、はい、っていうのがまあ結構最初の方でもそうだったんだけど、うん、最初の方に確かゴリアテかなんか出てきた時に、うんうんうん、僕一回ゴールドオブかなんか使ってんすよ。ああはい、ボス、うん、ちょっとダセーなと思って、うん、悔しいし、うん、なのでまあちょっとその辺のボスキャラっていうのを、うん、まあノーコンテニューでああクリアしてみたりとか、ちょっとスタイリッシュにやっつけたい、やっつけたい、うん、っていう思いがあり、はい、ちょっとそこをまだ動画にこれからしていこうかなって思ってます。ほうほうほう。まあ僕自身もまだデビルメイクライは遊びたいしっていうあるんで、うんうん、やっぱ面白いからね、うん、操作性とかもねすごいいいから、超面白いしかっこいいしさ、スカッとするというか、こう使っててもなんか気持ちいいというか、いや本当に、うん、ただ3キャラクターの操作がむずい。そうだね。あのね、これね、やってる人わかるかどうかわかんないんだけど、はい、ダンテって突っ込んでくるんですよ。はい。ネロって引き寄せるんですよ。そうだな。どっちだっけってなるんですよ。あー、混乱しちゃうんだ。混乱する。うん、あれあれあれってなって、うんうんうん、で、V は V で近づいちゃいけないし、そうだね、って思ってると、あ、ダメだ、近づいてとどめ刺さないといけねえんだったとか、うん、わちゃわちゃするんだよ ね。慣れるまでが、うん、ただそれに、ね、まあ面白いね。で、今後ストーリーもね、これからこの雑談の後にもどんどん出てくるんですけど、うん、
ストーリーもいいんでね、うん、ほんと最後もかっこいいですしっていうのも、まあ、各ムービー全部かっこいいんだけど、うん、ぜひぜひ楽しんでいっていただければなと、はい、思っております。はい、はい、じゃあ最後に、最後、質問コーナーですね。またありがたいことに質問いただきましたので。あ、よかった。はい、質問来ると嬉しいね。そうだね、雑談で話せるしね。そう、ないと雑談で質問コーナーなくなるので。なくなっちゃうからね。うん、うん、で、今回の質問内容はこちらです。はい、もしも生まれ変われるなら何がいい？レオは何？ちょっと待って、こっち全然思い浮かんでないよ。本当ですか？生まれ変わるなら、生まれ変わる、そうね、これなんだろう、その種族の話なのかな。え、あのなんだろう、例えば鳥とかさ。あ、種族っていうからなんかエルフとかそういうのが出てくる。妖精とかそういうことかと思った。エルフとかっていてほしいとは思うけど、いないでしょ多分。びっくりしちゃった今、種族と思って。まあそう、完全なあれだよね、 RPG の、RPG の世界になっちゃったのかなと思って、まあ、びっくりしちゃった。そうだね、そういう意味ではないのかな、どうなんだろうね。でもそういうことなのかな。え、現実世界でしょ。現実世界の話だよね。え、何でもいいんでしょ。何でもいいでしょ。そうだと思う。ちょっと考える、待って、考えてるから今。うん、僕はあれなんで、決まってるんで。決まってるんで。うん、僕はあれです、あの人間です。また人間になるの？うん、そうだね、人間か。いや、まあ、あの動物とか可愛いなって思う時もあるし、うん、あと見てる分には僕サメとかも好きだったりとかするんですけど。サメ？見てる分にはね。あ、見てる分には。見てる分にはね。うん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 。僕海に入るのは怖いんですけど。サメいるからね。サメいるから。うん、海って繋がってくから、うん。海に入るってことはサメに殺されるってことだから。うん、僕の中では。中ではね。だって奴がすごいから。じゃあサメになればいいじゃん。いやでも、水の中って辛そうじゃない？え？サメになったら大丈夫でしょ？そうなんだろうとは思うんだけどね。でも、なんだろう、こういうことを楽しめるのって人間だけかなって思うんですよ。そっか。そうだね。いろんなことをできるっていうのは人間だけかもしれないね。そう。ゲームしたり、うん、お話ししたり、あと音楽やったり、音楽やったり、とかっていうのができるのは、ね、やっぱこういう文化的なことというか、うん、楽しめるのって人間だけかなって思うので、それは、うん、やっぱりそうしたら人間がいいなって思うんですよ。で、なるほどね。でもただ一個だけ、別にそういう趣味があるわけじゃないよ、うん、先に言っとくよそれは、うんうん、ただ生まれ変わるんだったら今度女性でもいいかなとは思ってる。ああ、まあまあ、でもね、男性をねやってきてるから、うん、次女性っていうのも楽しそうだよね。そう、ただこれ一個難しいのは、あの強くてニューゲームみたいに、うん、記憶は引き継げるのかどうかっていう論点はあるっすけど。あ、記憶引き継げて他の動物になるの相当辛くない？あ、木とかになってこないよ。暇だぜ。いいじゃん。え、こっち木でもいいかなと思ってた。マジで？だってなんか日向ぼっこをしてさ、夜になったらさ寝てさ、で次の日また朝起きてさ、まあ、鳥とかがさ来てくれてさ、また日向ぼっこして、で夜になったら寝て。おーおーおお、寒とかなるぞ。寒いかな。あ、でもどうなんだろう、体感値はもう木のままなの？木のままだよ。でさ、ほらさ、桜とかさ、なんか花が咲くやつだったらさ、うん、みんなが来て、見に来てくれてさ、うん、わあすごいねって言ってくれるし。ああ、なるほどね。それはそれで楽しいのかな。楽しそうじゃない？どうなんだろう、ね、こっちは木だな。木になりたい。あ、じゃあ桜の木にするわ。ああ、桜はいいよね。確かにね。もうお花見の時期終わってしまったけど、うん、お花見の時期になったらみんながだってさ、自分の足元っていうのかな、木の根元の足元でさ、宴会したりとかさ。そうか、見に来てくれるから、チヤホヤしてくれる、チヤホヤしてくれる。まあでもそうか。でも、いや、俺でも木だったらなんか漫画見てえなとかゲームしてえなってなっちゃいそう。ずっとだっているんだぜ。いいよ、なるとぼーっとしてるから。こっちはもうそうだね、こっちは大体そうだもんね。じゃああれなのかな、僕人間は人間、女性
女性できれば綺麗。綺麗な。でもこの記憶は引き継ぎたくない。引き継ぎたくない。うん。引き継いじゃうと横島なことを考えざる。あ、そういうこと？いや、それはそうでしょ。そうだね。だって男の記憶引き継いで女性になってみたいな。大変だよ。あれみたいな、なんだっけ、君の名はみたいな。そう。な。もうあんな騒ぎじゃないよ。多分もっと下水っすからね。うん、そうだわ。じゃあダメだわ。だってサンジとかもワンピースの中でめっちゃ切れてたじゃん。スケスケの身手に入れた瞬間にさ、うん、他のやつが食った瞬間にさ、うん、殺すっつってさ、めちゃくちゃ蹴ったりしたじゃん。うん、あれと同じなんです。うん、結局。男ってそういうものだから、きっと。記憶を引き継がないで女性。女性として楽しみたいな、って思ってます。うん、僕はね。僕はね。で、こっちは桜の木。桜の木。桜の木。なんか、あれだな、そっちの方が好感度高そうだ。桜んぼつけたり。ああ、なるほどね。鳥がそれを食べに行く。痛いのかな、桜んぼ食べられたら。言ってんじゃない。いててててて、みたいな。つつくなや。つつかないね、みたいになるかわかんないけど。まあでもね、鳥も好きなんでね。うんうんうん。まあそうだね。うん。虫も好きだし。そうだ、俺それが無理だから。大丈夫。虫とか苦手だからさ。虫大丈夫だし。だから大丈夫だと思う、木でも。そうか。うん。なんかあれだな。光合成するわ。木だから。そうか。作る酸素吸いたくねえわ。酸素作る。それを女性になったレオが吸う。やだわ。ポチが酸素を作り、あ、レオが酸素を吸うんだよ。タバコ吸ったりとかしてあれはどうなんだろう。まあそっか。じゃあそういう循環になるんですね。そういう循環になる。わかりました。じゃあ俺がその木を取る実況動画とか作ればいいのかな。また結局実況するのかな。そしたらするんじゃない、きっと。でも記憶引き継いでないから。あ、そうだよ。じゃあダメだ。うん。わかんない。それはわかりません。でもそうか。そんな感じか。そんな感じですね。うん。はい。じゃあ、ちょっと長くなりましたが。はい。これで質問の答えになってましたかね。なってたと思います。じゃあこれで今回の雑談を終わりにしましょうかね。はい。はい。まあゴールデンウィークに入って、また来月。ゴールデンウィーク行こうかな。どっかでまた雑談をね。月末に近くなっちゃうかしら。そうだね。だね。なっちゃうかもしれないけどね。はい。雑談をまたやりたいなと思いますので。はい。今後。じゃあ今回ここまでにしましょうかね。はい。はい。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、いいねいただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。